ずんだ。ずんだは、枝豆、未成熟な大豆、またはそら豆をすりつぶして作る、緑色のペーストのこと。ずんだ、じんだ、じんらん、ぬたとも呼ばれる、以下、ずんだを用いる。北東北南部の秋田県、横手盆地や岩手県南部、南東北の宮城県、山形県、福島県、及び、北関東の栃木県北西部において、郷土料理に用いられる。 甘みのずんだ餅、あるいは、塩味の和え物として利用するのが、伝統的である。近年、様々なずんだ料理や新製品の開発が進み、甘みのもの弾んだスイーツとくくられるようになってきた。さらに、塩味のスナック菓子や料理にも使われ、一つの料理のジャンルと化してきている。ウグイスあンと似ているが、常実のようにずんだが、原料に、枝豆を使うのに対して、 ウグイスアは、青エンドウを使う点で異なる。ズンダの元となる青バタマメは夏に収穫されるため、ズンダは季節料理、特にズンダ餅はお盆のお供えとして認識されている、麺もある。その鮮やかな緑色は、ズンダを食する地域では、風物詩でもある。例えば、仙台においてズンダ餅を販売する店は、仙台七夕あたりからお盆までが繁忙期であり。 年間のずんだ餅販売数の約半分をこの時期に売り上げる店もある。季節外れのずんだには大豆を使用し着色料を加えたものもあった。1989年平成元年に株式会社黄金食品が郵便局のふるさと小包みによる冷凍ずんだ餅の通販を開始以降、同業他社でも冷凍食品の枝豆を用いたずんだが年間を 通して作ることができるようにな、いる。業務用にズンダーンや枝豆ペーストがすでに開発されていたが、2008年、平成20年になり、お湯を注ぐとズンダーンに戻る粉末が山形県で開発され、さらに、真空条件下で枝豆のペーストやジャムを生産する技術が宮城県で開発されるなど、これら画期的な技術開発によりズンダ業界に、 変革がもたらされると期待されている。近年、あずきあんや抹茶粉末と同様に、和菓子に限らず洋菓子にもずんだを用いる試みが行われており、ずんだ、スイーツと呼ばれるジャンルが形成されてきている。他方、塩味のずんだ料理の開発も進んでいる。さらに、仙台市では、ずんだあんに黒豆とチクタ炭を加え、餅にも黒褒めを加えて作られた黒色のずんだ餅が、 開発され、ズンダは緑色との規制概念を崩す試みがなされている。これは、ズンダ独特の青臭さを苦手とする人にも、ズンダを食してもらうための試みでもある。一方、山形県、庄内地方のダダ茶豆や宮城県の仙台茶豆など、特産の枝豆をズンダに用いて、製品の差別化を狙う動きも見られる。 ズンダが食される地域にはズンダを看板メニューにした、餅店や和菓子店などがあり、土産品としての商品開発も活発である。2015年、平成27年12月4日には、JR 仙台駅にズンダを販売する、専門店を集めた、ズンダ商計が開設された。ズンダのイベントとして、宮城県角田市、角田駅前広場で10月上旬頃に開催される。 角田ずんだ祭りが2003年、平成15年から開催されている。地域によっては、複数の古障が存在するが、おおむね以下のように名称が分布している。最近では、旧仙台半領域での古障ずんだが、仙台経済圏での訴求力により、デファクトスタンダード化し、旧仙台半領域以外でも枝豆ペーストを利用したものは、ずんだと呼ばれる傾向が見らる。 ずんだ、人だの語源として、以下のような説がある。一、の、まめんだ説が著名である。しかし、いずれの説にも、転居となる文献はない。また、伊達家の料理を記した、料理集では、青大豆に少量の砂糖を加えた案を、人家と呼んでおり、仙台古典料理研究家の佐藤慶造が、ずんだの原型と見ている。ただし、ずんだの由来かどうかは分かっていない。 伊達政宗は、米沢出身で、合図も一時、政宗の支配下にあった時代があり、ズンダが広く伝わっている地域は、政宗と関係のある地域が多い。そのため、山形県、宮城県、福島県の境界付近から広まった可能性もあり得る。その他の故障については、語源は不明。ズンダ、枝豆ペーストの作り方、ズンダ餅に用いる場合は、 このずんだ枝豆ペーストに適量の砂糖と塩少々を加えよく混ぜ合わせる少量の味噌を隠し味として加える場合もあるずんだの和え物に用いる場合はこのずんだ枝豆ペーストにだし汁などを加えて味を整える和菓子のみならず洋菓子にも使用されるようになってきたためずんだスイーツと総称されることもある枝豆をすりつぶしたものに砂糖を入れず 塩味にして用いる。ズンダ、ズンダ餅、枝豆を擬人化したキャラクター商品がいくつか存在する。柳瀬隆が作画した、ズンダ餅子という北上京団五本舗、仙台市のキャラクターがあり、柳瀬隆が作詞、作曲詞、大和田律子岡崎博美、小股路が歌う、ズン餅のデュオ、カップリング曲、ズンダ餅ワルツで CD 制作もしている。 また、2008年、平成20年に、東日本放送、仙台市のテレビ番組、裏影のコーナー、裏影プレゼンツ、宮城ご当地、キャラクターコンテストにおいて、ズンダッチと、ズンダリナが生まれ、グッズ展開された。2011年、平成23年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災からの復興支援を目的に、 同年10月27日より、東北ずんこというずんだをモチーフにしたキャラクターも提供しされている。その他、ずんだ餅をモチーフにしたこけし、ご当地、きィ、ハローキティ宮城仙台ずんだ餅バージョン、枝豆をモチーフにした、ずんだキューピーやご当地限定マリモッコリ、変身もっこずんだ豆などもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。